今日は岩手県盛岡から八戸の方に向けて、高速道路を走っていきたいと思います。で、この付近の最大のパーキングエリアとかサービスエリア、岩手山サービスエリアに寄ろうと思います。東北道はもう、街灯がなくてすごい暗い状態なんですけど、結構車の通りが多いのでこの付近はまだなんとなく明るいです。あと対向車の明かりもあってすごくいい感じです。で、もうあと2キロくらい先に、この日で一番大きい岩手山サービスエリアがあります。と昼に来ると、岩手で一番大きな岩手山を見ることができます。南部富士って言われて富士山みたいな綺麗な形をしているので非常におすすめです。夜に来るともう見えないんですけれども、代わりに晴れてる日であればカメラには今映ってないと思うんですけども、非常に星空が広がっていて、おすすめです。なんていうか夜景を見れますというところです。なんで車もサンルーフとかついてる方でしたらこの道路は非常に空を見ながら来ることもできると思います。非常におすすめのところです。今夜の10時半なのでトラックで休まれてる人とかも結構いると思うんですけども、どんな感じでなってるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ここにはガソリンスタンドと、あと一応お昼とか夕方やってるレストランと、レストランってフードコートですね、とお土産物とか売ってるところがあります。その他特段いわゆる特徴というかはないんですけれども、もうここから北、この岩手山サービスエリアよりも北に行くと、ここよりも大きいサービスエリアはおそらくないので、ここで最後に皆さん給油とかもっと北に行く人は入れていくんだと思います。置く場所がないのでここで置こうと思います。こんな感じで結構車いっぱいこの時間でも入ってます。で、トイレと、もう今ここフードコートはやってないんですけど、レストランと売店とあとサービスエリアなんで、交通情報とか確認できます。というところで、こんな感じでした。岩手山サービスエリアこんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。